3月終わりに桜を見に京都に行ってきました。その時は3度目の非常事態宣言発令とは思いもしませんでした。早く収束することを願うばかりです。この日の京都はあいにく雲の多い天気でしたが、一日かけて京都の桜の名所を可能な限り回りました。それではお付き合いください。
京都の桜は何度見ても素晴らしく見入ってしまいました。今回は1日だけなので遠くは回れませんでした。来年こそ安心してゆっくりと回れることを願うばかりです。初めて使ったインスタ360ONE X2 でしたが、少しスティッチングが気になりましたが、アングルを気にせず動画を撮りためれるのは素晴らしいです。画質も私にとっては十分で、旅の vlog には最適です。非常事態宣言の中、しばらくは巣ごもりが続きそうです。皆様も体調管理にご留意ください。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。 Thank you.